ところが。ドリブランジョドリブランジョシートをすまねえ男子これは首は北山東寺院にある足利将軍三代の像から引き抜かれたものであった。不気味だな、謎してきの首を捨て札を見ろ。足利将軍は朝廷を軽んじた逆臣とある。将軍が逆賊では、これは徳川への当てつけか。木の首を晒した者たちはすぐに知れた。会津藩の密偵大場恭平が一味に潜入していたのである。高氏公は朝廷から官位を賜ったお方、その首を恥ずかしめるは朝廷を貶めるのと同じ。は、尊王を唱える老子たちが何のためにさような真似をするのか。さら時代に首を並べたのはそれがしにごぜえまする。何、足利将軍の首は公方様のお首、攘夷をされぬ将軍はいずれ首を討つとの脅しにごぜえまする。公方様を討つだと？そなた探索のために一味したのであろう。やつらと心を通じたのではあるまい。わからんです。やつらと共に根津に浮かされ狂っている。尊王攘夷とは何だ。それではまるで幕府を倒す口実ではないか。尊王攘夷はもはや表看板に過ぎず、真の狙いは幕府を倒すことにあんのでは。倒幕。言路同会など何の役にも立たぬ。わしが愚かであった。殿、諸子大と町奉行所に命じ、直ちに賊を捕らえさせよう。一人も逃すな。この後不定の輩は厳罰にて処断いたす。はっ！